ください。見ました、ありがとう、嬉しい。何が面白かった？てかさ、あれですね、アバター決定しました。アバター決定いたしましたね、嬉しい。配信再現がいつもと変わらなかった。でも今の方が静かでしょ。ちょっとね、静かでしょ今の方が。どこで配布なんだろう、各ルームかな。え、どこなんだろうね、まだわかんない。なずなさんありがとうございます、かわいい、ありがとう。メンバーのコメントが面白くてわかんない。私あんまりね、配信コメントしなかったです。え、私のアバターも良かったでしょ、めちゃくちゃ良かったでしょ。良かったと思ったんだけどな、全然票足りなかった全然あの競ってるところにもいなかったですね。ゆうさんありがとうございます。意外とって何、みずみんだけ14位で壇上じゃなかったね、それ聞いた、捕食関係めちゃくちゃ可愛く作れたと思ったんですけどな。ん、今なんて言った、可愛く作る、かけたと思ったんです。なぜかポテトが食べたくなったポテトの絵を見たからですね。なにこれ、なんか笑ったらできる。ザルそばさん、ハクさん、ありがとうございます。だから絵描けるんですって。私、陽一さんもありがとうございます、ハクさんもありがとう。眉のあれは私が却下しますもしあれになったら私が却下します。シミリオさんありがとう。なんかすっごいボサボサ髪の毛大吉さんありがとう、チチ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 ありがとうございます、チチチチチ。あとは何だったかな、ケーキめちゃくちゃ美味しかったですふふ今日も綺麗だった、ありがとう。でもアバター絶対可愛いね、みんなぜひ使ってください。アバター、星のやつみんな採点甘いと思った、みんなに 1.5 以上だからね大体うん、中地さんヤッホー、離席。オノピーさん、抹茶さんありがとうございます。全員のアバターは確かに、なんか個人でもいつか作れるようになりたいな。テスト1日目頑張る、テスト、みんな同じアバターになりそう、確かになる気がする。こことかね、めっちゃあのうさぎちゃんであふれかえったら嬉しいな。こんばんは、公式参戦ね、思った。ゆうとさんありがとうございます。誰なんでしょうか、どちら、どなたなんでしょう。ん、中地さんおかえり。こんばんは。え、みゆがアバター作るとしたら何にする？ゾウのやつ？ゾウのやつかな、ゾウのアバター高上ゾウさんですか。西君ありがとう。ゾウのアバター欲しいよね。あ、誠之助さんタコありがとうございます。うん、丸美さんお疲れ。コッコ参戦なの、本当にコッコなの
ココね、前もなかったそれ。前もあったよね。前もさ、ココ来たって言ってさ、ココじゃなかったやん。本当にココ？今日は本当にココですか？ココココ本物？コメントしてもいいんだよ、ココ。ひろとさんありがとう、まるみさんもありがとうございます。通知入ってる？どこに？マジ？カッカー、本当に？みんなみんな前みたいに嘘ついてない？本物？めっちゃ疑う人。でもきっときっと本物でもコココメントしないから、みんなみんなごめんごめん、みゆが悪かった。圧かけないであげて、圧かけないであげて。え、嬉しい嬉しい、みーさん嬉しい、ありがとう。哲夫さんありがとうございます。ココてるてるさんもありがとう。ココさあ今日さ帰ってきてからカップラーメン食べちゃった。カップラーメン食べちゃった。エリちゃんとカップラーメン食べちゃった。明日朝からさ活動があるのにさ。うん、ミカリンちゃん嬉しい。モンドさんありがとう。カップラーメン食べちゃったから明日むくみます。ドリピーさんありがとうございます。あ、ケンケンさんありがとう。チチ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 、ありがとうございます。しかもいや、もうさい、なんか、ね、たまにはじゃないんですよ。最近はもう永遠と食生活悪いです。やってしまってる。でもしょうがない、そんな時期もあるよね。黒猫ミントさん、ゆうとさんありがとうございます。何のカップラーメン？内緒。あ、じゃあコップいるから内緒。内緒。鍋パしながらみんなで見てきました。いいな、入れてよ仲間に。仲間？仲間なの？今日カップラーメンだったの、ジョータさん。配信後にケーキも食べたの？ケーキも食べた。スピンさんありがとう。ちょっとしょうがない、そんな時期があるんです。人間誰しも、人間誰しも食に走ってしまう時期があるんです。そんな時期が大変。確かに。でもいつも以上にやばい最近。おささん、まぼろいさんありがとうございます。たけしさんもありがとう。食べることが生きがいみたいなあるよね。なんでそんなに痩せてるの？痩せてないんだよ。お腹ぷよぷよだよ。お腹ぷよぷよなんです。パスタ茹でてソースかけるだけのおすすめです。パスタ茹でるのめんどくさいじゃん。パスタ茹でるのがいっちゃめんどくさいよ。うどんの方がいいよ。うどんはチンでできるので。トマトチリがおすすめ。私今日食べたのトマトチリ。正解。言っちゃった、内緒とか言ったのに。正解。茹でてる間に洗濯とかできるのに、そんな効率よく動けると思いますか？あ、ヤスさんありがとうございます。私はそんな効率よく動けません。てかまずパスタの麺って、うん、パスタのお湯って量必要じゃないですか。だから沸騰するのに時間がかかる。私それがめんどくさくて。無理だなって。無理だなって言われた。私は一つのことにしか、一つ一つ丁寧に丁寧に丁寧、雑かもしれないけど一つ一つ終わらせれないといけない人なんです。レンジで5分で沸くで。え？そんな簡単なものがあるんですか？
本当に？チンだとそんなに水使わない。え、どういうこと？パスタパーンって折って、パーンって折って、なんかそれに入れてチンすればいいってこと？頭いいね。でも麺折ったらさ、短くなっちゃいません？負ける？それ容器があるの？やってみる。オノピーさんありがとうございます。やってみる、買ってみる。いいこと聞いた。あとはブンブンチョッパーって知ってますか？パスタ折るの得意そう。破壊神だから。折らないで入るサイズもある。え、そうなの？ブンブンチョッパー欲しいんです。今ブンブンチョッパーっていうのはブンブンブンってやるだけで千切りになるんです。そう、千切りになるやつで、千切りじゃない、間違えた、みじん切りです。みじん切りになるんですけど、それがね欲しい。洗うのめんどくさそう。マジ？水瓶に似合いそうなんだけど、どういうこと？でもあれが欲しいです。なんか料理器具を揃えたら楽しく料理できそう、簡単に。そっからですね。白猫さんフォローありがとうございます。一人暮らし、お、あーくん一人暮らしなの？楽しみだね。え、昇格したらプレゼントしてあげるね。嬉しい、マジ？それは嬉しい。ヤスさんありがとうございます。あ、今日はミユの色、ミユのペンライトの色ちゃんと好きです、好きです。包丁だけでやるんだよ。無理だよ。じゃあてっぺいさんが作ってください。てっぺいさんが料理してください、みゆに。はてな？照れてんの？照れてんの？みゆがたまにしか言わない好きを言ってあげたのに照れてるんですか？包丁、あ、そっち？そっちにはてなってなってんの？包丁です。包丁？何が正解？何が正解ですか？包丁？あ、包丁か、包丁。ん？ヤマさんヤッホー。包丁？包丁？どっちが正解？もういいんですよ、そんなことは。そんなことはどうでもいい。そんなことはどう、通じればいいんです。クリンピーさんありがとう。包丁、包丁ね、包丁。とりあえず今日もおきれいです、ありがとう。専門桜さんありがとう。社長包丁、社長包丁包丁。ん？包丁。包丁。ん？包丁。わかんない。包丁。あ、包丁。包丁だ。包丁です。包丁。来た、これ来た。包丁だけで配信が終わってしまう。2日間ショールーム特番みたいなのやったんですけど。
楽しいですね。楽しかった2日間。やっぱりみんなでこう見てやったりとか、みんなで、あ、キラキラボイスさんありがとうございます。みんなで配信するのって楽しいなって思いました。一人でも楽しいんだけどね。たけしさんありがとう。みゆがさ、いいな研究所でやりたい企画を思いついたんですけど聞いてくれますか。かっつんさんありがとう。待ってね。ぐーさん、ゆうさん、にしくんありがとう。かつおぎさんフォローありがとうございます。修行しに山にこもりたいです。私は山にこもってもう仏になります。仏になりたい。どうですか、水島みゆ仏になるのかい。滝行とか、そう滝行とか座禅とか。そう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 、ちょっと最近ね心が優しくないんですよ。心が優しくなれない、優しくなれない心をしていて、これは修行しなければと思いまして、あの滝に打たれたいです。今からお子さんになれるのでしょうか。なれます。最近はちょっと心がすさんでいるので滝に打たれたい。あ、滝に打たれたい人いますか。あの滝行したい人いますか。一緒に参加する。あ、じゃあ、 あの揃い目滝行にします。ミズミンズだけあの揃い目別の場所で滝からお送りして、あのそろい目滝行でいいですか。1700人超えたら滝行そろい目する。みんな、かつおぎさんありがとう。遠慮しちゃうん。みんなでさ、でも滝に打たれたらみんなさ、みんな絆深まりそうじゃない。心も清らかになってみんなとあの仲良くもなれて絆も深まるみたい。めっちゃいいやん。いいよね。来てから1年待って長い。ちなみにメイク落ちちゃう。もうそんなの気にしないよ。日高浩二さんありがとうございます。あったかい滝なんてない、冷たいよ。滝行合宿、いや言っときながらごめんなさい、私ちょっと無理です、すいません。言ったの自分なんですけど、あのごめんなさい、ごめんなさい、やっぱやめとく、やっぱ無理、やっぱそんなゆあのおささんすっぴんは恥ずかしいかもって。ものすごく面白い。ヤヒさんありがとうございます。あのやっぱ怖くなったのでやめます。怖い、やっぱり急に怖くなっちゃった。急に怖いです、やっぱやめる。なんか心臓やばそうなのでやめます、やっぱり怖いから。いいです大丈夫です。ハムマサさんありがとう。怖い、みずみ怖くないよ、怖くないよ。あ、分かった、じゃああれしよう、あのソロイベントで後ろで滝 の動画流して、音も滝のやつ流して、どう、それで、でみんなで水鉄砲大会、パシャ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 、え、水鉄砲やりたい、パシャ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 、
半分半分に分かれて水鉄砲大会え、どうですか、どうですか、どう行くね、あのえ、よくない、揃い目だからみんな参加できるよ、一緒に。どうですか、まあやっぱりみゆとチームになりたい人多いと思うので、でもそこはじゃんけんになっちゃうから、もしかしたらあの敵チームになっちゃうかもしれないんですけど、それはもうごめんなさい、それはもう仕方がないんですけど、くじで決めさせていただくんですけど、え、みゆね、水鉄砲で遊びたいな、みずみに撃たれて切れ、みずみ撃たれて切れそう、撃たれて切れるよ、誰だこの水島みゆを鳴らしたやつってなります。どう、一体全員なわけないでしょ、一体全員はないよ、そんなそんなことないよ敵がいいです、嫌です、敵は、いや嫌ですって言っちゃった、違う、なんでもないです、敵でいいですよ、じゃあ泣かす4番さん、それミユのソロイベント来ないとできないからね、てかそうですよ、皆さんこの戦いで水島美優に勝ちたいなら、みんな美優のソロイベント来ることになるからね、2人推しがいる人は美優に来なきゃいけないからね、はっ敵チームはみずみしか狙わないと思う、いやちゃんとねご褒美考えます、ちゃんとあるんですよご褒美、そうだからもう誰かしらちゃんと打たなきゃいけない、同じ日にやらないで、同じ日にやるよ、同じ日にやる、ヤスさん言ったからね、言ったからね、見ちゃったよもうみゆそのコメント本当に行くの、まあ、まず1700に行かないといけないんですけど、あとさ3ヶ月くらいしかないんです、2000人行くまでに3ヶ月くらいしかなくって、ちょっとピンチなので、ガミさんありがとうございます、ちょっとねどうしたらいいかな、なんか面白そうな企画とかあれば教えてください、あのアイディア募集って感じ、マイクパフォーマンスって何？マイクパフォーマンスって何？イントロクイズ？感情がジェットコースター、嘘？マジ？感情ジェットコースター、いつもだよ、いつもです、いつもです、箱の中身はもうやったよ、もう十分よ、箱の中身十分じゃない？みーはねちょっとやりたいのはあるんだけど、それがね叶うかどうかはね分からない、カマキリ不足って何？カマキリ不足、クローバーさんありがとうございます、カマキリ不足、カマキリはもう使わない、あれもうコナとか言っとく、え何コナって、えでもミヤがいないやってみたいのはあの
ちょっとやばい、57分だけど、あの私がやりたいのは、まあ、いつか、もうこれは意見ではできるか分かんないけど、あの運動会みたいなやつやって、で、あの飴探しやりたいです。粉まみれになる飴探しやりたいどうですか、ってやつ、あれで探したい飴。あれやりたい。あれどうなんだろうね、美味しいのかな、あの飴何味なんだろう、飴の種類。やばい、そんな話をしていたら58分、やばい、めちゃくちゃなんか今日は今日はあれですね、マジで雑談で終わっちゃいました。何味、飴何味だと思う、しないのかな味。やばい、ランキング、はいランキングを見ます。味が知りたかった。はい、行きます。15位ガミさん、ありがとうございます。14位ベルベットさん、ありがとうございます。13位ナラナラさん、ありがとうございます。12位ケンゴさん、ありがとうございます。11位マボロシさん、ありがとうございます。10位ハムマサさん、ありがとうございます。9位ヤスさん、ありがとうございます。8位キラキラ星さん、ありがとうございます。7位たけしさん、ありがとうございます。6位哲夫さん、ありがとうございます。5位クリンピーさん、ありがとうございます。4位カツンさん、ありがとうございます。3位ゆうとさん、ありがとうございます。2位まことのすけさん、あ、ありがとうございます。さっきももしかしていらっしゃってましたよね。はい、1位は西くん。西くんもありがとう、いつもありがとうございます。ということで、これが完走した。昨日今日たくさんショールームしたんですけど、見に来てくださった方本当にありがとうございました。明日は夜かな、夜配信したいと思います。ではじゃんけんチョキということで、明日も頑張りましょうおやすみずみチョキです。今日は絶対みんな後出しでしょ、みんな後出しだから、みんなに負けたじゃない、みんなに勝ちました、私が。はい、急に来るんだ、急に来ますよ、当たり前はい、ということでおやすみずみー、バイバーイ。早出しもみゆの勝ち、バイバーイ切ります。